大和市は三重県南部にある市、東紀州地域に含まれ、熊野灘に面している。降水量が多いことで知られる。面積の90%は山林であり、海岸はリアス式海岸である。黒潮の流れる熊野灘に面し、背後を山に囲まれていることから、南からの暖かく湿った空気が流れ込みやすい春から秋にかけて雨雲が発達しやすく、 日本国内で見ても、非常に雨が多い。年間降水量は1981年から2010年の平年値で3848.8ミ、mm、リメートルで、ある。降水量は多いが、晴天時も多い。市東部の菅里町は、長年陸路が通じず、昭和の大合併の際に、回路交通しかない大和市への返入を選択し、飛び地の状態となっている。 大汗市の人口のうち8割以上が旧大汗町に集中している。自然体の人口は市政市工事より4割以上減少しているものの旧大汗町区域の人口は約2割5分の減少にとどまっている。南東の季節風の影響で降水量が非常に多い。その降水量は4000ミ、mm、リメートル近くに達する。日照時間は降水量の割に多い。 年平均気温は摂氏16.1度。表記が、おわせではなく、お、わしとなっている1942年のおわせ駅。氏名は、おわしと読まれることもあるが、地元では、本来、おわせと読んでいたので、それを標準語化した、おわせを氏名に制定した。なお、1942年に撮影されたおわせ駅の写真では、お、わしと、駅名表に書かれている。 オワセ市中心部周辺の空中写真。1976年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。議会、選挙人期、2017年6月11日から2021年6月10日、市役所、市所市の施設オワセ市立天文科学館オワセシリ 中央公民館尾鷲市は、地上一般放送局の免許を取得し、尾鷲区として、ワンセグエリア放送を実施している。三重県尾鷲庁舎尾鷲市内の集配担当局は、塚里町を除き、尾鷲郵便局が担当しており、郵便番号は519から36、XX、519から37、XX、519から38、XX、 519から 39XX である。なお、すがり町のみ、宮間郵便局が、集配担当局となっており、郵便番号は519-3421である。運営はすべて、大瀬民央事業協会に委託している。大瀬駅市の中心となる駅、大瀬駅大瀬港大瀬市側から、馬越峠を越える熊野古道伊勢路の石畳道、熊野古道センター、 おわせ神社中村山次郎の本丸。ありがとうございます。